こんにちは、カゴノブアキです。今回は3月14日に行われた JFL 開幕戦 FC 大阪対 FC 刈谷の試合をレポートします。キックオフ前には先日お亡くなりになった FC 大阪敷田前社長の夫人三幸さんによるキックインセレモニーが行われ、さらに黙祷が捧げられました。大阪の選手たちは敷田前社長の顔が描かれた T シャツを身につけてピッチに入場。その魂を宿しての戦いとなりました。と、試合開始の前に今年 FC 大阪オフィシャルフォトグラファーに就任された小中村正和さんのクリニックが行われていました。この小中村さん、なんとワールドカップやクラブワールドカップで FIFA 公式カメラマンにもなったすごい人。そのインタビューは次回の YouTube でお届けいたします。お楽しみに。試合は序盤からホームの FC 大阪がペースを握る展開。前線からのプレッシャーで FC 刈谷にビルドアップを許さず、前半35分にコーナーキックのこぼれ球から太刀野選手がミドルシュートを決めて先制。さらに54分には久保選手のドリブルシュートがポストに当たったところを田中直樹選手が押し込んで追加点。77分には久保選手が3点目を奪取し、3対0で FC 大阪が勝利しました。そのゴールシーンはここではちょっと見せられませんので、ぜひ FC 大阪公式チャンネルでご覧ください。試合後には記者会見に出席させていただきました。まずは FC 大阪塚原監督です。はい、刈谷さん相手ということで、今年から JFL に昇格されて、こちらもなかなか、情報がない状態で、ただその中でうちのスピードであったり高さであったり、今日セットプレーで取れなかったですけど、そういったところを自チームによりフォーカスを当ててストロングが出ればなという形で、ここ2週間はそういうところをかなり想定してやっていたので、そういった面が得点につながって、でプラス後ろがゼロという形で、さらにいい形で終わることができました。で今年は途中から出る選手もスタートで出てる選手と変わらないぐらいのスピードであったり個が強いっていうのがうちの特徴ですので、前線からボールを奪いに行って、相手かなり苦しかったと思うんですけども、うちはそこから落ちるんじゃなくて、もう一回人を変えてでも、スタミナが上がっていく、強度が上がっていくというスタイルで、今後も続けていきたいと思います。今日は先週も言いましたけど、100点に近い内容結果だったかなと思います。手応えを感じているようでした。一方、FC 刈谷、門田監督は、0対3で、完全に、もう完敗です。入りも良くなく、躍動感もなく、もう全く何もできなかった、そんなゲームです。何もできなかったと、JFL 昇格初戦、悔やんでいました。それでは続いて選手のインタビュー。まずは3点目を決めた久保陸斗選手です。自分たちの、特徴である攻撃サッカーというのを、前半からしようと、自分の監督と喋っていたので、その初めの、早い段階で先制点取れたというのが大きかったと思います。先ほど監督の記者会見で、ミオと対戦したときに非常に嫌な相手だったとおっしゃってたんですけれども、監督からの信頼は感じますか？そう言っていただいているのは自分としても、嬉しいですし、その監督も信頼しているので、監
督の下で、全員で全集中 GS に直撃できるように頑張りたいと思います。はい、この試合前線からのプレスが非常にハマったと思うんですけれども、どういう意識どういうプランで試合に入ったんでしょうか。そうですね、自分たちも前からプレスかけて自分たちの流れでリズムを作るっていうのは決めてたんで、そういう面で前からのプレスが大事になってくると思うので、フォワード頑張ってくれてるのもあるので、ここからサイドもついていかないといけないって思ってたので、それがうまくハマったかなと思って。個人の目標を教えてください。そうです、個人としてやっぱ得点を目指したいと思っているので、はい、ありがとうございます。続いて2点目を決めた田中直樹選手、アスルクラロ沼津、ブラウブリッツ秋田を経て3年ぶりの FC 大阪復帰です。試合前からいい準備して全員が戦うっていきました。全面に出てたので、それで彼たちそこに行きました。田中選手、昨年秋田で優勝を経験されてますけれども、何かこう自分でその経験をして変わったこととありますか。そうですね、 J3 優勝っていう経験はなかなかできないことで、その中でそのチームの雰囲気だったり、そのいい時のチームの雰囲気っていうのは知ってるので、それをこのチームにもっと還元できたらなと思います。大阪に戻ってこられたわけですけれども、そのどういう決意を持って戻ってこられたんですか。そうですね、戻ってきた分、やっぱりこのチームを J リーグに昇格させるっていうのは強い思いがあるので、今年こそはっていう意気込みでやってきました。最後は先制ゴールを決めた太刀野俊介選手、引田前社長とのエピソードも明かしてくれました。開幕戦ということもあって、それに向けてみんなで準備してきて、最後の形で開幕を迎えられるかなと思ったんですけど、やっぱり多少硬さだったり雰囲気も若干飲まれそうになるとか、そういう場面もあるかなと思ったんですけど、最初から全員が本当に同じ方向を向いて、やれてて、で、先制取れて、すごくこう楽になったりとか、自分たちのペースで終始試合を運べたかなと。昨シーズン本当に悔しいクライマックスになりましたけれども、それを経験して今年に向かう準備、どのような思いで臨んできたんでしょうか。毎年そうなんですけど、今年はやってやるぞっていう気持ちで、スタート切ってますね。昨年、実はというか最終戦僕成績でやって、帰り空港まで行くんですけど、ちょっと前引きの社長と同じ車で空港を交わしてもらったんですけど、本当に悔しいなと。で、引田前社長も来年は絶対行こうよっていうのを言われてて、で、ちょっと今年お亡くなりになって悲しい思いをしましたけど、その言葉をもう私はその2月10日以降ずっと胸に刻んでいるので、絶対に昇格して、いい報告ができたらいいなと思います。最終戦後の前社長とのエピソード、正直ちょっとうるっときてしまいました。そして引田前社長の意思を受け継ぎ新社長に就任された近藤雄介さんにもお話を伺うことができました。引田前社長が突然のお亡くなりになるという事態がありましたが、社長業を受け継ぐことになりましたけれども、その経緯、きっかけ、理由などを教えてください。私ですね、まず FC 大阪に来たのがもうかれこれ12年前ぐらいで、当時はまだ選手として、まだ活動している最中で、当時はまだ大阪府2部リーグぐらいから、選手兼社員という形でお世話になりまして、そこから勉強を離れるにあたって、当時グループ会社ビジネスのいろんなところを勉強させていただいて、そこから FC を本格的にこう J リーグに出ていこうというか、いろんな役を受賞させていただいて、かつ坂川に戻ってきて、去年一昨年なんかは事業を任せていただいて、経営の部分をかなり見直していただいて、ということはその事業の部分を高めていく、そういう点での目標はございますか。前社長引田も常々言ってたんですけども、サッカーとかスポーツって地域に与える、インパクトがやはり素晴らしいものがあるなと
ので地域課題とか社会課題をこうサッカーの力でこう変えていくことが解決していくことができるようなクラブを目指して今運営しています、まあ、地域という点で言えば、はい、今日は1500人限定のところ1500人の、はい、このスタンド、まあ、ソーシャルディスタンスはありますけれども、はい、このスタンドを見てご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、私の可能性というよりは社長ひだがいろいろな人に愛されてたなっていう印象を取り入れましたので、チーム状態見ていただいた通り調子が非常にいいので、まあ、みんなこう頑張ってくれて勝ってるっていう、まあ、ここがね、あの非常に見てても気持ちよかったので、これを継続してまずは J3 っていう舞台に上がれるように。でもここは服部緑地ですけれども、はい、花園も今年は指定されていますはい、まして使うことなんですけれども、はい、こちらはもうご覧になって、はい、あの第2グラウンド今年は6試合試合予定ですので、まあ、私どもホームタウン東大阪市にしていただいてますので、はい、花園でより多く皆さんに見ていただけるように頑張りたいなとは思います。両面でスタジアムの新社長という意味で始まるということで、はい、注目してほしいと思います、ね、FC 大阪新社長近藤さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。昨年の悔しさと志半ばでこの世を去った前社長の思いを抱いて戦う FC 大阪、今季こそ悲願の J リーグ昇格を成し遂げられるでしょうか。そして久々の JFL を戦う FC 刈谷もここからの立ち直りに期待です。それではまた次回動画でお会いいたしましょう。バイバイ。